はい、半間家の本家の半間岩尾先生です。事実上ね、億万長者は本家の半間岩尾先生が世界一を越しました。技術財産ということで、今んとこ財産というのは技術財産なんですけれども、アマゾンさんが1番ですよね、長者番付でね。それから2番がビル・ゲイツで、3番目が投資家ですね。私が越しましたね。というのはバイナリーオプション、FX でですね、無限に稼げる技術、財産ができたことでですね、100倍、さらにアマゾンさんの100倍の財産を手にいたしました。まだお金も持ってませんね、全然。貧乏人みたいな感じですけども、技術財産で、今世界一の億万長者の財産の100倍以上を越しました。ということでね、世界に報告いたします。まあ現金も、別にその豪邸も持ってませんけれども、技術財産で、実際の財産ですね、世界一のアマゾンさん、2番目ビル・ゲイツさんですね、それから投資家でしょうかね、の1番の100倍という財産、日本では孫さんですね。私は世界一の億万長者の100倍というね、技術財産ですね、無限に稼げる能力を手にいたした関係でね、お金を稼ぐことが無限になったと、技術ということですね。バイナリーオプション、FX の投資、株、ね、投資の人工知能の開発成功により、一番の億万長者、世界の外国の億万長者の100倍を今現在、越したと思われます。越しました。ということでね、発表させていただきます。半間家の本家の本物貴族の半間岩尾先生です。私は1958年10月17日、男、未婚ですね、まだね、東京都渋谷区十字病院にで生まれました。現在60歳です。還暦ですね。東京生まれですね。ということで、世界一の億万長者の100倍を達成いたしましたということでね、報告いたします。技術財産としてですね、本当の財産です。どうもありがとうございました。